そんな用土欠乏症の対策に取り組む団体が兵庫県宝塚市にあります。 NPO 法人ネパール用土を支える会、理事長の秋田親義さんが資材を投じて去年の8月に設立した団体です。秋田さんたちはヒマラヤ山脈の山間部にある農村翔太良村を中心に用土が豊富に含まれた海藻を無償で提供しています。また現地の大学の医学部と共同で実態調査を進めながら用土欠乏症の予防のための対策を探り続けています。この病気のことに関しては日本は用土が豊富であるがためにこの病気に関しては非常に、誰も知らないと。だけども世界的に考えたらこれ苦しんでる人がいっぱいおると。現在73歳の秋田さん、以前は日本の高度経済成長を支えた筋金入りのビジネスマンでした。大学を卒業後1960年に三洋電機に入社、営業畑を歩み当時業界の常識を破る単身者向けの家電商品として注目を集めたヒッツシリーズの担当者として手腕を発揮しました。退職後は大学教授へ転身、ビジネスの実践経験を生かしてマーケティングの研究や講義を行っていました。長年ビジネス漬けの生活を送ってきた秋田さんがボランティアを始めたきっかけは家族の中にありました。長女ののりこさんはアジアの国々を援助している NGO のスタッフです。貧困国の人々の栄養改善に取り組んでいます。ネパールに滞在していた時に知り合った現地の男性と結婚、二人の間に生まれた秋田さんの孫アスナちゃんが用土欠乏症を患っていたのです。どういう病気なのかっていうのもほとんど知らなかったので、で初めての出産でのことだったので本当にもう一瞬頭真っ白でどうしたらいいのかなっていう感じでしたね。もう本当落ち込みました、正直。その後アスナちゃんは日本の病院に3年間通院し、無事に用土欠乏症を克服することができました。今は元気に学校生活を送っています。孫の元気な姿に何よりも喜びを感じた秋田さん、同時に頭をよぎったのは同じ病気に苦しむネパールの人々のことでした。重苦しい、生涯を孫が触らんといかんかなというようなことも一旦は想定した、それから解放されたからね。でその喜びっていうのはありましたから、まあ少しずつ少しずつ気持ちが、使命感に変わっていったっていうかね、確かネパールの人たちにの困っている人たちを何とか助けることが私の使命なのかもしれんなと。心機一転、用土欠乏症との戦いを始めた秋田さん、しかし医学については全くの素人です。当初は専門書を読み漁り猛勉強を重ねたそうです。好奇心がやっぱり旺盛な方でしょうね。自分でもまあそのように思います。当時一から用土欠乏症について学び始めた秋田さんを支えたのは一人の医師でした。山本先生は用土欠乏症国際対策機構の会員として活動する日本では数少ない医師の一人です。秋田さんが教科書のように読んでいた専門書の翻訳者でもあります。秋田さんはたびたび山本先生のもとを訪れ、自分に何ができるのか考え続けました。ごめんください。どうも、用土欠乏症とは無縁の日本だからこそ積極的な支援をしていくべきではないのか、二人はそんな思いを共有できる大切な仲間です。日本は幸いそういう病気ないけども、甲状腺の学問とか甲状腺の診療に関してはですね、非常にレベル高い
ものを持ってますから、こういう点でその海外援助ができたらいいなと思ったんですよね。で、まあ、たまたま厚田先生 の, あのご家族にそういうのがあって、まあ、厚田先生に興味持たれて、で、まあ、現地まで何度か行って やられてると熱意のある方だと思いましたですね。熱意があって実行力がありますね。厚田さんたちの地道な活動は国境を越えた助け合いの精神の尊さを物語っています。